Yeah. Empty bottles of red wine laying on the floor from last night. We got a little drunk. Yeah. Now I'm a little numb. Spending hours by a bed. おはようございます。最近は生活リズムが乱れていたので、今日は朝食を食べに行きます。ここだ。行ってきます。食べてきました。ね、今日オープンだったみたいでした。しかもめっちゃ美味しかったよ。なんかまだバレてなくてお客さん少なかったんですけど、普通におすすめ。私が食べたやつ多分ちょっとヘルシーめな感じだったのですごいいい感じでした。なのでおすすめです。今日はこの後無印で買い物をして、で気になってたパン屋さんでパンを買って帰ります。はい。ズボンの形が可愛かったので買ってきた。すごい良かったよ。良かった。Tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Should have probably let me go, but you got a porcelain. いただきまーす。の前に。Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change.
there's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me.最近はこれにハマってます。2リットルお水を毎日飲むために購入しました。今日はまだ飲んでないのでこれから頑張って飲みます。無印良品でさっき購入してきたんですけど、これ最近人気なの、おやすみブレンドの入眠が良くなるみたいな噂で買ってみました。そして結束テープと最後にちょっくら近々旅に出るので歯磨きシートを買ってきました。超簡潔な無印の購入品紹介でした。今からは1月の振り返りと2月の予定を立てます。皆さんこんにちは、源家です。明日から韓国に行って、カメラ映ってる。明日から韓国に行くことになりましたので、機内に持っていくための荷物を紹介いたします。パソコンとかを持っていくタイプなので結構デカめのカバンをね持っていくんですけど、今回はコスのこのデカいカバンにしました。何気にさ、ここが肩にかかるところがふわふわであるっていうことが重い荷物を持つ人にとってはめちゃめちゃ重要なんですよ。なのでこのカバンはちょっと最高だなと思ってます。で、まあ、そんな紹介する必要ないかもなんですけど、 PC ですねと私にとっての一面の財布と AirPods Pro、携帯もですね。何気にこれにカード入れられるのがめっちゃ助かるので、私はこれ旅行の時しか使ってないんですけど、これ最高です。今回韓国に行くんですけど、めちゃめちゃ寒いらしいんですよ。そう、私が検索した限りだとマイナス7度からみたいな感じだったので、今回は寒さ対策としてウルトラライトダウンを、寒かったら下に着るよ、そしてバランクラッパーっていうんだっけ、なんて説明したらいいんだろう、エイリアンみたいになるやつこれはユニクロとマルニーのコラボのやつ、すごい可愛いんですけど買いましたので、これを持っていきます。もう耐えられなかった時用に忍ばせておきます。で、パスポートとか大事なもの関係はこれに入れてます。なんて読むんだろう、ソニプラで買いました。で、この中身は分けれるところがすごいたくさんあるので、もうめちゃくちゃ便利です。それでいて可愛いみたいな感じで、まあ一番重要なパスポートでしょ、で、まあペンでしょ、で、私は耳栓が必須なので、気圧に弱いタイプなので耳栓と、あともしものための薬、あとカット板を入れてます。で、これもう一個ポケットがあって、ちょっとはみ出てんな、いろいろ入れてるんですけど、まず私が行くのが韓国なので、韓国の新カード
はい、あと8日間で20ギガ使えるらしい。まあ、20ギガもあったら使えるでしょう。あとこれにはこのこれがついてないので、携帯こじ開けるやつね。なのでこれも一緒に入れといてます。で YouTube 撮るときのための、まあ、予備の SIM です。はい。で実はカードが2枚あって、ワウパスっていうクレカみたいなやつと交通カードですね、両方ともまだ残ってるので使います。あと前回の旅行で残ってた現金がこの中に入ってます。700円ぐらい残ってました。あとちょっとまだ印刷してないんですけど、この中に保険とか、あとホテルの予約とか PCR の予約とかを印刷して入れ込む予定です。はい、これめっちゃまとまってて便利なので、めちゃくちゃ良かった買って。はい。そして次こう大きめなもの、大きめなものっていうかはこれに入れてます。これは京都のスタンダードプロダクトで購入したんですけど、もうたくさんポケットとかファスナーがあるので、もうそういうのはマジで便利です。この中身はおつもポケット、旅行くんだったら本当これが最高です。これ超最高、お気に入りと、これ何か分かりますかこれですね、Netflix とかを私はダウンロードして見るんですけれども、こう引っ掛けてこうやって見れんのよ。まあこれすごい便利。でももうちょっと可愛いのが探せばありそうなんですけど、まあ私が見つけたのはこれでした。まあ無難なハンカチとエコバッグ。韓国も日本と同じように袋有料系なのでエコバッグがあった方がいいでしょ。地味に必要な、もう私は本当小さい頃からこれ一択なんですよ。あとこれネイルオイルですね。爪が激弱なんですけど、毎日これを塗るようになってから割り、まあ、これでも一応強くなった方なのでこれはちょっと必須ですね。であとは除菌のシート、濡れてるシート、普通にね、なんかこぼしたりとかこぼしたりとかすんなよ、こういう時に限って。だから私は持っていくのと、あと無印、先日無印で買った歯磨きシート、あとこういう袋とかあったら便利かなと思って忍ばせてます。あと忘れてはいけない充電器ですね。そう、もちろん携帯もそうなんですけど、前回もカメラの電池がなくなっちゃったので、これは絶対必須。あとケーブルもですね。これは携帯用のケーブルなんですけど、あとこれだったら何だったっけ、 USB-C かな、これは USB-C のケーブルが必要です。あと今こちらで撮影しているカメラも入れてきます。このカメラ大好きはい、そんな感じですね。あとなんか飛行機といえば着圧のソックスもあると思うんですけど、着圧ソックスは履いていきます、寒いらしいので。であと首につけるモコモコのやつあるじゃないですか、あれは連れていきません、なぜなら2時間だからっていう感じで、明日から韓国に行ってまいりますので、で多分この投稿が出てる時には韓国にいるのかなと思ってます。もしおすすめだったりとか、コメント欄とかインスタグラムで教えていただけますととっても嬉しいです。はい、このカメラ以外詰めても結構余裕あるわけじゃないけどこんな感じですね。大きさはこんな感じです。斜めでも撮れるので、まあ
今回はおしゃれとか置いときますわ。結構重そうかも。まあでもしゃあない、こんなもんで行ってきます。ということで次の動画でお会いしましょう。おすすめ随時募集してます。